Бердск. お手伝いできることはいかがでしょう。素材が足りないようですね。 では。
どうかお戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜザレ事を語る。本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ。人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになると心からそう願っております。朽ちた民家、無人だ。首なしか。犯人は武士の怨霊を真似ておるようだ。誰かおったようだが、すでに去ったのか。
こっちではない。こっちではない。こっちではない。死骸だ。誰かから逃げようとしたのか。人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。
さか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。
Merci fürs Zuhören und see you next time.